最近さ、うん、待って俺さ今ごめんねちょっと笑うと痛いんだよねまだお腹が。あのね、うん、最近ねよっちゃんが始めたよエーペックス。あいつあれだぞお前とやるために頑張ってるからな。そうなんだ。俺でももうやめたぞ。ちょっと待って。なんか今日マジでたまたまなんか家政婦さんがあのいる時だけ暇つぶしにやろうと思って。お腹が痛い。うん、俺もやめたぞ。あいつな。お前を守るために銃を守るためにっつってジブラルタのクソ練習してんだから一軒ぐらいやってやってくれ。いや無理だ俺やめたよ。あいつ守るんだっつってすげえやってんだ。最近始めたの、まあ、ねそうだね一昨日とかじゃない始めたの確か。コントローラーやってんの。いやまキーマウスやってるやつ。そうなんだ。マジでマジで。俺あいつでもいいとこにどうも置くんだよ。マジで。あの戦いには参加しねえけど、俺は友達を守るっつってさ、どうも置くて。それがけなげでいいんだよな。死ねっつとけ。あここいるわ。あいつ悲しむぞ本当に。あそれ欲しい。そうだね。とりあえずゆっくり休め。うん。じゃあまたね。ウィ。またやんべ。はい。じゃあねー。はい。お疲れー。おい、よっちによ。うん。およっちによ。あ、およっちにさ。うん。おい、今度俺と勝負しろっつって。あははは。おちなみに今あれだぞ。やるべーってきたぞ、今。おい、じゃあ、てんぐちゃん抜かしてよっちに入れる。はい。あ、いいよいいよ。じゃあ俺、一回抜けるわ。おい、もう二度と来んじゃねえぞ、お前。ちょっと電話するわ。あれやるべーって、遅えよ。もうみんな飽きてからエーペックスやってんじゃん。もうやってねえよ、もう。俺もまっちゃんも。そうなんだよ、なんかね、すげえよ。めちゃめちゃ熱い連絡来たからな。ここまで面白いゲームがあるとは思わなかったわ。2年ぐらい前に誘ったじゃん、みんなで。なんか言ってたよ、酒以外に打ち込むものが見つかってよかったわって。ねえ。うん。なんかね、一生懸命やってるみたいな。なんかマウスも、なんか、買うわ、なんかジープロみたいなやつって。へぇ、いいじゃんいいじゃん。うん。どういう環境でやってんのって言ったらさ、床にあぐらかいてやってるらしい。あの、顎ウィーンってやってる。そうそうそう、顎背中丸まくして顎ウィーンってやってた。ってってだから、よく近けてな。そうそうそう。ちっちゃな声でよく、あいてててててててよく言ってる。あいててててててて。お、よっちもうすぐ来るわ。喜んでるわ。今スーパーで飯買ってるけど、すぐ帰ってくるわっつる。急いで帰るわっつる。よかったじゃん、よっち。ああ、めちゃめちゃ喜んでるよ、今。純一を守る。純一だ。だって、純一の夢を毎日見てるんだから。色がつかねえっすね。あいつだけで。まーちゃんとまっちゃんは分かったけど、純だけ白黒なんだっつって、あいつだった。なんか4人でキャバクラ行こうぜ。まあね、そうだね、そうだね。行くねよ。本当にさ、あんたやつ喜ぶぞ、今日は、マジで、あいつ。よかったな。うん。よかったってなんだよ。わかんねえんだけど。どうしよう、運命はこちらに味方してる。なんか話が通じてなかったな。ん？多分もうすぐ来るわ。ずっとよっちずっと待ってるみたいな感じだった。俺ずっとさディスコ誘ったから入ってって言ってたんだけど通じてなかったわ。相変わらずデクノボを見てこの字まあおいおよっちゃん声聞こえるよ。あよっちゃんおい久しぶりだなよっちゃん。おいおい純一よなんだよ純一おめえ俺のこと綺麗なのか。おい、俺おめえのこと綺麗だぞ。綺麗。うん。マジかよ。嬉しそうじゃねえかでも。なんか。しかもお互いな。おめえさ、神さんがさ、おめえらのさ、放送見っからさ、切り抜きとかあんじゃん。なんでさ、おめえらのさ、やつが出てきて、タイトルよっちゃんが嫌いみたいのとかさ。お前、俺、そうせえけど、お前、10日間仕事がお前できねえったんだからな、お前。何よっさん、どうしたんですか、最近とか。よっさん、どうしたん、どうしたんですか。いや、別に、何でもねえ。ちょっと、
ちょっとなんか声がおかしい。エイペックスやってるみたいな。